私立百花王学園、創立122年を迎える伝統と格式を誇る学園。全てを決めるのは金、そしてギャンブルの強さだ。皆様、早乙女さんにご協力なさっているのでしょう。今までの投票から言って全員ということはないでしょうが、10人か、万全を期すなら20人というところでしょうか。な、何を根拠に。やり方が拙いんです。あなたは50万かかった大勝負では2回とも連続で同じ手を出した。何かあると思うのが当然でしょう。賭け金が低い時は適当な手を混ぜていましたが、カムフラージュとしては下策でしたね。出血を覚悟しなければ人は騙せませんよ。変な言いがかりはやめてもらえる？勝負をうやむやにしようってつもりなら。いえいえいえ、そんなもったいないことするわけないでしょ。だって面白いのはここからですもの。勝負！じゃんけんぽー！パン！まだ気づかないわけ？計算してみなよ。額がぴったり入れ替わってるチップがあるっしょ。はあ、チップだと？計算おっせえ。もういい、教えてあげる。これ私と夢子の逆だから。夢子のチップが500万円で私のチップが3100万円ってこと。どう？そしたら計算合うっしょ。バカ言え、そんなことルール説明にあったでしょ。借金額はあくまで自己申告、つまり夢子は3億1000万円の借金のうちあえて5000万だけ申告。対して私の借金は5000万だけど3億1000万と申告した。あんたも嘘の申告で友達に1000万受け取らせたんでしょ。私たちも同じことをやっただけ。嘘つきはあんただけじゃなかったんだよ。今頃知り合いが私の分のお金を受け取ってるはずだよ。鈴井さん、生徒会からのお届け物です。ぎっ、なんだこれ。ここまでやればあとは簡単な話。私の手元に3億1000万、夢子に5000万のボードが来る。だからそれを交換するだけ。するとあら不思議、私と夢子のチップの額が入れ替わるってわけ。こんなに見事に騙されてくれるとはね。スメラギさんが私にそそのかされただけだとお思いですか。あ？パトロンはギャンブラーに金を出すだけだと本当にそう思っているのですか。だとすればとんだ見当違い。お金を出しておいて傍観者だなんてことはありえない。特に全てをかけているなら、スメラギさんは今ギャンブラーとしてここに立っている。どうぞご覧あそばせ。これがスメラギさんのあなたへの見下り判です。おや、ようやく気づいたかな。おかしいと思わなかったわけ？ディーラーのカードの配り方、何も疑問に思わなかった？どういうこと？これはギルブレスシャッフル、有名な手品よ。用意するのはスペード、ハート、クラブ、ダイヤの数等を繰り返すよう並べたデック。これを無作為にカットして好きな枚数を裏向きに重ね、2つの山札をリフルシャッフルすると、このデックは一見ランダムだけどその実4枚ごとに必ず4つの数等を含む並びになるの。今回のギャンブルと全く同じでしょ。つまりこのギャンブルでは毎回必ず同じ数字が4枚ずつ入った16枚のカードがランダムに配られていたってわけ。何のために鈴井の手札を公開させたと思う？自分だけ勝とうとしてるだっけ？残念、的外れ。鈴井の手札が分かれば自分の手札と合わせて16枚中8枚を把握できる。つまりあんたたち2人の手札8枚が何であるか把握できるってこと。あんたたちは最初から 100% 負けている。はあ、バカな。特殊なシャッフルだなんて、ディーラーが全てを仕組んだということではないですか。
そんなもの不公正、中立ではない。